はい、勉強していきましょう。じゃあ知念さんピックアップしましたか。しました。質問が、あの沖縄で暮らすには月どれくらいの収入あったら余裕ですかっていうのと、うん、最後に贅沢は求めてません。素晴らしい素晴らしい。この質問、贅沢は求めてませんまでくれるとやっぱり答えやすいよ ね。贅沢を求めてますなのか。絶対いい人だねこの人ね、はい、確かに。でもどうだろう、はいはい、贅沢がどれくらいかにもよるんだよな、うん、はいはいはい、まあまあ生活していく分にね、うん、どれくらいかな。じゃあ内訳をちょっとやろうか、計算してみましょうか、うん、だからさっき言った家賃でしょ、家賃でしょ、一人身で言ったら4万あれば、5万ぐらいじゃない5万ぐらいか、5万5万ぐらいあれば、まあいけるよね、まあ、それなりの絶対大丈夫だよね、うん、ができると。で、交通費、さっき言った、ガソリン代ぐらい、砂漠でラクダがないと困ると同じように軽自動車が必要だとが必要だ、ね、その軽自動車でかかるガソリン代、うん、まあ贅沢をせずに普通に乗れば、まあ、1万円では1万円ぐらいではいくね、いけますかね、うん、1万円ぐらい、はい、で今5万円でしょ、でしょ、うん、で光熱費、光熱費さっき言った、僕5人家族で2万円ちょっと、だから1人で行くと、まあ、1人だったら2万ぐらい、1人で行ったら1万でいけんじゃん、1万でいける、いけないですかね、1万いける、1万じゃあ1万、6万でしょ、7万、それで今6万、7万7万、あ今7万ハッシュ、ハッシュって言わんでよ、ちょもうさっきからずっと4万がずっとラッキーになってるし今7万今7万でしょ、うん、で、携帯代、携帯代、はい、これは変わらんから、ね、どこ三大キャリア、それとも格安、まあでもいい、まあ、5000円としましょう、安いね、携帯5000円、まあでも5000円ぐらいいけるでしょ、5000円で5000円で、7万5000円で、食費、食費、これはあのなんていうの、1ヶ月あの食べるだけ、飲み代とかなしで、なしで食べるだけの食費で言うと1日1000円かけても3万だもんね、1日1000円じゃ無理だろ、無理、昼も食う昼も食う夜も食う、あーそっか、1500円ぐらい、1500円、それで4万5000円か、4万5000円、そうだね、7万5000円、5万ぐらいか、じゃあ12万、うん、今12万、12万で、あと何がある、それぐらいじゃない、あと何があるか、うん、あまあまあ、だからその交際費ですよ、あまあでも、まあ、交際費はいらんこうか、贅沢いらんっていうから、いやいや入れる入れる、いやいや入れる入れる入れる、一応入れとけ、あ一応入れとく、さすがに、ゼロはなし、じゃあ2万で15万、今え合ってる、15万14万5000円ぐらい、うん、であとは何が必要、あとは、まあ、うん、洋服買ったりとか、うん、ぐらい、はい、まあだからってことはもう17万から20万ぐらいあれば、うん、20万あれば合流できるってことですかね、まあ絶対に一人暮らしだね、うん、でも15万ぐらいなんじゃないの、15万あればいけるっていう話ですよね、うん、15万あればいけると思うけどな、でかつ15万の仕事はたくさんある、あるあるある、うん、15万で考えるとあれだね、移住しても大丈夫だね、うんうん、あの何もなくても、うんうんうん、鳥居も何もなくても絶対それは大丈夫、何もなくて15万ってことはもうできますよね、15万は絶対できる、うんうんうん、でもこれもうあれですよね、小座でも大丈夫ですよね、15万ぐらいあったら一人でも大丈夫ですよね、うん、全然いけると思うな、うん、15万あったら、うん、15万、うん、那覇はいけない、那覇は厳しいかもしれないな、那覇だったら20万ぐらいですか、20万あれば、那覇だったら20万ぐらい、うんうんうん、でも20万の仕事がありますもんね、そうそうそう、うん、あいいこと言った、那覇に行けばのそのやっぱりそ給料がいいですから、うん給料がいいからね、小座だったら15万ぐらい、名護だったら10万ちょっとぐらい、うん、名護、名護も結構都会よ、言うても、あ本当、うん、じゃあ名護も誘惑あるよ、15万ぐらいやっぱ読谷とか、うん、ああいうちょっと、まあそまあ、あっちも孫さん、うん、読谷村とか、まあ、うるま市は合併したからあれだけど、はい、とか、はいはい、うん、ああいうところだったら、うん、12、3、まあ、12、3万ぐらい、12、3じゃ無理でしょ、やっぱ難しい、じゃあ全体的にやっぱ全体的に15だね、15か、15ないときつくない、そうだな、うん、確かに15万でもまあ15万まあだから、いや私は、2万円でやりくりできますっていう、削れるとしたら食費とか、食費ね、あのうまく作って、ね、で頑張れば13ぐらい、うんうん、でもいけるかもしれないですね、
でも移住してきて多分ね、もう県外の人たちがね、うん、仕事に困ることないと思うんだよな。ないと思うよ、うん、仕事ありますプラザがあるからね。そうそうそう、まあ、そうだね。だってもう仕事ありますって言ってるプラザがあるから。確かに確かに、仕事ありますって言ってる。それでなかったらちょっともう裁判沙汰よ。確かにな、うん、それはあるな、うん、もう名前仕事を提供し続けないといけんから、うん、ありますって言ってるから、ね、そのプラザはありますって言ってるから、うんうん、あでも2人だったらって来てますよ。2人だったら、うん、2人だったら 1.5 倍じゃない。うんうん、食費ぐらいだもんね、うん、だから15万の、7万5千の22万5千、うん、まあ23万ぐらいあれば、うんうん、確かにねっていう感じじゃない。そうだね、別にそんなに、うんうん、貯金は最低いくらあったらいい、うん、あ移住の時ね。あこの敷金で敷金礼金とかね。あなるほどね、はいはい、そっかそっか、うん、あと移住したらあれがあるか、うん、引っ越し代とかね。引っ越し代も、うん、でも100万あれば絶対100万あったら余裕でしょ。100万は絶対余裕だよ。だから50万あればでもそんなもんじゃないかな。そんなもん一人身だったら敷金礼金でも今無料のとこもあるでしょ。あるよね、うん、ならまあ50あればいいんじゃん。うん、うん、そう、これねちょっとあったんだろ。月15で生活してやっぱそうだよね、うん、15万ぐらいだよね、うん、いやこれね今来てるコメントがあるんだけど、うん、賃貸とか内地にもスムーズに貸してもらえるんですかって来てて、はいはい、他のところもね、うんうん、そう来てて、うん、内地の人だったら貸さないんじゃないのとかってあったんだけど、うん、これどうなのかな。どうなんだろう、そんなことある。聞いたことないけどな、内地だから貸さないってあるかな。逆に貸すんじゃない、逆に貸すんじゃないと思ってるけど。え、保証人どうするかとかの話かな。でも保証人は電話で聞くんでしょ。あ、そうなの、うん、いや、内調の方が貸すんじゃない、下手したら。仲介にうちなんちが入らないと貸してくれないとか。あ、全然そんなことなかったです。あ、やっぱそうで、大丈夫だと思うよ、うんうん、下手したら内調の方が信頼あるんじゃないかな、うんうん、内調だからはないよ、聞いたことないよね。聞いたことないんじゃない、うんうん、うちなんちで借りに出るんっていう人がいたけどね、一応友達に友達にね、うちなんちで借りれんかったっていう人はいたよ、はいはい、一応いた、はいはい、いた。顔に大きなタトゥー入ってなかった、大丈夫。いたいたいた、うちなんちで借りれない人はいたけど、でも、うんうん、沖縄の売りはっていう質問が来てる。あ、売りって何みたいな。沖縄の売り、売り、あ、良さ良さか、うん、まあでも住むのは快適だと思うけどな。はいはいはい、あったかいしね。でもよく言われるのは人とかね、うん、人もいいしね、はいはい、うん、うん、まあやっぱ地域でね入れないっていう人もいるけど、うん、今はね結構そんなこともないと思うよ。うん、あの講座だからあれだけど、エイサーのこの青年会とかも、うん、はいはい、結構内地の人たち多いわけよ。だいぶ敷居下がってない、うん、これここ20年前より。そうそうそう、エイサーとかの団体でも内地の人たちが結構入ってるし、うんうんうん、応援に来る人たちも内地の人多いからさ、だいぶ下がってる気がするな。僕らも大学にいた時に、うん、結構あれじゃないですか、こう県外から来た人、うんうん、ちょっと色眼鏡で見がちだったでしょ。あったからね。今となったら全然だもんね。いや、ないよな、むしろ優秀だし。そう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 、信用できる。そう、信用できる、ね、沖縄の人より、うん、うちなんちの人たちの多分でもみんなやっぱこれだけ入ってきたら変わってるんじゃないかなと思う。だいぶだいぶあの印象変わってると思いますね、うん、少し昔はちょっとあったと思うんだよ、敵対意識というか、うん、地元意識が強くて、うん、確かにね。最近はだいぶないんじゃないかな、うん、そう、10年前とかね、20年前とかだったら多分大変な思いした内茶の人いっぱいいたかもしれんけど、うん、今は結構違う。沖縄の人はいい意味で適当だよねってタクタク確かにね、いい意味使えばいいと思ってた。だからさ適当だから。適当、ただの適当だから、ただ適当。そう、でも、うん、結構内茶の人は、うん、あ、こんばんは、うん、今はね、うん、エーサーにも入れる。だって青年会に入れるんだよ。すごいね、すごいね。青年会は、青年会ってだって、ね、地域違ってる人たちでも入りにくいのに、そうだよね、うん、内地の人たちでも入れるようになって、はいはいはい、なってるっていうか、うん、入れるから、うん、うん、エーサーやりに来るっていう人もいっぱいいるしね、うんうん、あ、これはいい情報かもしれないですよ。私旅行行った時に、うん、住む場所見つけて仕事後で探しますって言って借りれたって。あ、優しかったって、うん、やっぱりそうなんだね、うんうん、結構そういう意味では結構でもそれは緩いような気がするんだよ。だから緩いね、デイジね、絶世の美女なんじゃないかな。だからデイジ緩いね、それはね、うん、はい、
ということであっという間のね、1時間になりましたけど あと14秒ですか、はい、どうですか、うん、引き続き来週もね、そう来週、はい、またテーマ決めて水曜日9時からやりますので、うん、また来週も聞いてください、ま、じゃあさよなら、はい。